ジュゼッペ姉だ。ジュゼッペ姉だは、イタリアのマンドリン奏者。カリアリ出身。幼児から音楽に興味を示していたため、父親は、彼が5歳の時に音楽学校に入学させたが、バイオリンを買う金がなかったため、家にあったマンドリンを与えた。その結果、10歳頃には、マンドリン奏者として劇場に呼ばれるようになった。その後、カラリス死従相談というマンドリン死従相談を、 結成し、第一マンドリン奏者を務めた。還元楽曲やオペラの抜粋をマンドリン四重奏曲に編曲し、祝典や式典などで演奏活動を行った。1938年、パレルモで開催された全国ドーポラボーロ、事業団主催の四重奏コンクールで最優秀賞を受賞し、翌年もまた受賞した。1948年、2位の三奏式の下で、 アントニオ・ビバルディの二つのマンドリンのための競争曲のソリストを務めた。その後1952年から1968年まで16年に渡ってレナート・ファザーの率いるビルト・オージ・ディローまでソリストを務めた。1965年には大国立公共楽団がイーゴリ・ストラビンスキーのバレエ音楽アゴンを演奏した際にマンドリンを担当した。演奏後に マンドリンブラボーの声が上がり、ステージに登ったストラビンスキーは、姉だと握手を交わした。オーケストラとの共演、ピアノとの二重奏、独奏などの演奏活動の間も、各地の美術館や図書館を訪問し、17世紀から18世紀の間のマンドリン曲を発見し、レパートリーを広げていった。1970年に、ニューヨークのマンハッタン音楽学校に招かれて、 マンドリンとリュートのクラスを5年間受け持った。1971年には日本で講演を行い、翌年にはカザルス音楽祭に招かれた。1975年にはスイスでクラウリオ・シモーネの式でイ・ソリスティ・ベネティと共演した。その後シモーネは院長を務めるパドバのポリーニ音楽院でマンドリン科教授に就任した。1980年に 音楽院を定年で退職した後もランチャーノやアッシジで教育活動を続けた。1988年にはイタリアマンドリン連盟から名誉会長の称号を贈られた。カリアリにてぼつ。ありがとうございます。